ハマレオンです。こんにちは。こちらチャンネルティーオブです。噛んだね。こちらチャンネルティーオブです。さあお待ちかね。長らくお待たせしました。本日私打てます。先調子元調子でやってきましたが。はい。本日は打てますのでご安心ください。ラインナップ発表していいですか、まず。中調子対決ね。はい、中調子対決。はい、中調子対決です。これ難しかった、厳選すんのが。いや、まあでも僕はもう思い描いた通りなとこあります、ね。あ、ほんま。藤倉難しいな、はい。結構会社的にはこっちのイメージなんですけど、うん、最近結構こっちが有名じゃないですか、うん、この粘る感じが。ベンタス系はちょっと違うかなと思う。価格帯ちょっと高めのは入れたらあかんなと思ったよ、俺は。見るところちゃうかった。やっぱりそこの差はつけたらあかんな。定価4万円の、税抜き4万円のクラスで選びました。はい、見るとこちゃうな。商売いいなんで、私は。出世するためにはそれがいるんですね、うちは。定価4万円クラスの中ので選びました。USD マミア代表、ジ・アッタス。はい。中調子やね。これはロングセラーですね。ロングセラーやね。はい。今年ピンクも出ました。うちのランキングでもピンクと黒合わせたらもうこそこの順位まで来てます。こちらもロングセラー。はい。もっともっとロングセラー。ツアー AD、PT。あ、グラファイトデザイン。PT はもう DI に次ぐロングセラーよ。DI よりロングセラー。DI よりか。2008年。DI が2009年だったと思うんで。好きな人はずっと PT やもんな。石川亮、堀川未来夢。両選手が、はい、コスメも変わり黒に青、はい、みたいなやつでしたもんね、うん、藤倉代表藤倉難しかったスピダイネックスやっぱりちょっともうここやろとまあエボリューション系の偶数でもよかったんけどまあ確かにこれかエボ6かみたいなところですよね、うん、エボ4とかも遡るともランバックスまで行っちゃうんで真ん中見つけようと思ったらランバックスの黄色まで戻らんとあかん、まあ、PT 入っとうからよかったんけどランバックスでもで三菱ディアマナ TV TV かまあそうやな中本のイメージあるけどな表記が中本なんですけど、うん、僕があのフィッティングするときは、うん、まずこれから打ってもらいます基本的にはまあ中調子みたいなイメージあるわな、はい、でこれで右行く方はこれより捕まえるシャフト左行くときは捕まらないシャフトっていうのを基準に考えるので、うん、基本的にこれから打ってもらうことが多いかなと思います、はい、なので今日はこれを一番最初に打って僕のイメージですよこの2本はパリッとしてるイメージあります中調子のパリッと感があるタイプで、うん、これは中調子のちょっと全体的に運動量の多いシャフトなんかなっていう想像はしております、はい、今回順位つけるのは飛距離ですかどうしましょうなんかあれですね元調子ってこう捕まらんかったら捕まらんだけいいみたいなとこありますけどこれってまっすぐ中調子使ったからまっすぐ行くっていうのがまあまあそういうわけではないけど、はい、俺は癖なし打ちやすシャフトみたいなのが順位でつけたらええと思うよ、はいなしまあ距離関係なく万人受けしそうな順位でもいいしわかりましたじゃあ順位を1位2位ぐらいつけたいと思いますそうね4位とか言ってしまうとちょっと荒れたと思うんでそうねいろいろちょっと揉めることもあると思うんで各社4大メーカーなんでやっぱりね、はい、1位2位を発表していきたいなと思います、はい、じゃあ、はい、行きましょうはいシム2ですねはいヘッドシム2でいきますシム2と色を合てるわはいはいじゃあディアマナ TV 50S はい全部 50S で長さも揃えてます。あー最後。一球勝負です。はい。あ、綺麗なフェードや。おえらい、44出て。この4本の中で一番。振りは慣れてるんですけど振り慣れてるまさか44出るとはコロナ明け初めて44出ますまあ中優か中本って感じの球が出てるかなうんちょっと上がりきらんかったですね球そうやなよしじゃあ次行きます次行きましょうはいじゃあ NX 打っていきたいと思いますこれもななんとなく先動くからザ・中っていう感じでもないんかなっていう気もするしなスピーダーでついてる時点でさちょっとなんかちゃうんかなとも思うんよなぐらいな感じですよね、44.2 で、うん、
250ちょっとで、うん、なんかちょっとスライス回転かかってるな今日。ピン量多いで、これ2800円で。これちょっと振り遅れて開きました。なんえらい振れてるやん今日、元気いっぱいなの。3本目やから1本目2本目はアップやったんですから、もしかしたらただちょっと振り遅れました。 NX まあでも打ちやすい。これはこれでまた中っていうイメージで振ってます。ジアッタス打ってきたと思います。すごいですね。はい、いやほんまずっとこの球やな、ずっとこれよ。初速が一番出た。すごいな。コースでもこんな感じはこんな感じだ。あ、そうな。最近よう触れてるわ。さっきは球全然上がらんよ。ピン量はちょっと多めやし、まあでも一番今んとこ良さそうやけど、数値的にはな。カマレオン的にはどうかは知らんけど。じゃあ PT 行きましょう。 PT、 はい、じゃあ PT 行っていきたいと思います。はい、逆球。お、なんか今日唯一左に行った。しかも球も。捕まった球。球も上がります。お、いいね。いいよこれ。効率一番いいかも。効率いいよ。はあ、はあ、はあ。はい。四ケース全部今打ち終わりました。はい。どれが一番良かった？ああ。いろんなこうしがらみもあるし、忖度、はい、もせなあかん部分もあるかもしらんけど、もう忖度なしでいろんなとこお金も儲てるやろうけど、一番お金儲てるとこでええんちゃうか。 UST マンやいつからいつから全然めちゃくちゃラブコール送ってんのに一切向こうからのコールはないっていう。現金だけ、いつもくれるのはラブコールじゃなくて現金だけ。現金だけ。そうです、1円ももらってません。ほんま片思いやな、ずっとな。とね、PT とジアッタスはいいですね。あー、その2つ似てます。コースつけるならもう個人的にはジアッタスかな。あー、そう。もうでも一緒、もうほんと一緒って言ったら失礼やけどもう敵作ったら今ほんと似てます。なんとなくこっちの方が捕まりよくて、ジアッタスの方が球を押す感じがあるんですよ。だからこっちの方が弾きが強いかもしれないです。だからその分ちょっと飛んだんかなっていう感じですね、うん、やっぱこのボール初速がジアッタスより若干遅いんですよ。高さでキャリー入れてスピン量少なくて転がってくれてちょっと飛んでくれたとは思うんですけど、うん、ほんと好みの部分になる。もう最後は中調子のチャンピオンやから、僕がコースに持っていくのがどれかじゃないですもんね。そう、これ中調子やわみたいな。だからここの2つですよね。そうやな、ね、そうやな。あの TB はもうちょっと間が取りやすいです。手元ってことやな、はい、若干な。だから僕はコース持っていくとしたら TB になると思います、うん、タイミング一番取りやすいです、うん、で NX も飛ぶ可能性を秘めてます。全体が動きやすいんで、うん、一番動きます4つの中で、うん、タイミングがバシッとあった時 NX かなって思います。この中では飛ぶ可能性は秘めてる、はい、ただ中調子対決って言ったらもうジアッタスか PT ですね。背のない中調子が好きやねんっていう人はこのどっちか。どっちかっすね、うん、カラーリングで言ったらこっちが好きですけどね。まあそういう好みもあるわな。そうですね。それで悩んだ時は派手なんが好きな人はマミヤ。もうでも本当にそのレベルです。落ち着いたんが好きな人は PT っていう感じで見しときましょう。いや、いいシャフトでしたね。4本ともいいシャフトでした。はい、三菱さんと藤倉さん、ザ・中調子のシャフトを作ってください。ど真ん中両方ともね、なんかこっち担当の藤倉とこっち担当の三菱っていうイメージがすごいあるんで、ね、でもええんちゃいますか、そろそろ一本あってもそういうのが。そうですね、バンキシュ出たくらいやから、藤倉もブラックがガッポー売れとるから一本軸があっても、はい、でもグラファイト社は中が担当じゃないですか。そうやな。あの IG も真ん中として出たじゃないですか、うん、根走りって言って、うん、グラファイトの中で中調子しても面白いかもしれないですよね、うん、三菱の中で元調子しても面白いかもしれないし、藤倉の中で先調子対決しても面白いかもしれないし、はい、次回はちょっとメーカー別でちょっとやってみようか。はい、グラファイトがおもろいやろな。名機だらけです、ね、中調子だらけやし。この動画良かったよって方ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。はい、自社サイトペイペイも楽天市場に出店しております。ありがとうございました。さよなら。